アイドルチェスキラーとテスト、え、見て。いや、全然これが嘘だと疑っても俺は構わない。いや、どうせやらせでしょってね。いや、思うなら全然思ってもらっていいんだけど、俺、今何時ぐらい、多分1時半ぐらいなんだけど、ちょっと今起きて、単発回して、もう俺ね、2500個ぐらい使ってんのよ、ガチャ。まあ、サブアカとか合わせてね。本アカでもこれで2000個ぐらい回してて、あ、もう出らんわ、みたいな。で、結局、企画で天井まで行って、こうお金課金してね、2万3000円か入れて天井したんだけど、俺動画も撮らずにさ、単発なんでどうせ出るわけないやんって言って動画も撮らんのよ毎回って。えやばない、え、普通にやばない、これ 0.2 でしょ、えぐない、で見て、で見て、で見て、これ100なっちゃった、100になっちゃった。えぐない俺。え俺ね、これね、実はレッドシャンクスの時もね、あったのよ。レッドシャンクスの時も、無料単発出て動画回さずに、あ、みんなごめんなさいみたいなことがあったんだけど、え、もう一回同じ事件起こってる。これでとりあえずレベルマックスだ。うっしょ、オッケー。いいんでねえの。いいね。は、やばない、早くないこれ100。え、めっちゃ早くない、普通にやばない。え、これ何あげんのが正義なんだろう。そう、俺さ、もともと96とかだったから、普通に200個さ、かけらが入るわけじゃん、キャラ当たったら。ちょっとね、余剰が出たんだよ。まあ、どうせね、ルフィがここまで俺は行くつもりだから、どうせ育成はするんだろうけど、何がいいんだろうな。まあ、パーセントで見たらうちは防御が高いのかな。防御上げとこう。そう、俺ね、あれなんだよね。メダル的には一番防御の方がね、パーセントに振ってあるから、まあ、少しでもね、防御を高めた方が強いんじゃないかろうかってことで、まあ、とりあえずね、100になったのはありがとうございますってことでね、まあ、次の動画で、初見リーグになり、レベル100でなんかやっていこうかなと思います。ありがとうございました。